アルダビスルージュのカムラです。ケンドモチです。アルコチです。3人揃って、ギニュー特選隊、ギニュー特選隊。ということで、今回はですね、なんとケンタコーチから、はい、一つ言いたいことがある。そうじゃないですか。言いたいことがある。何ですか、溜まってんすか。いやいやしません。何ですか。いや違います。ちゃんと今日は解説動画を上げさせていただきますんで。何の解説ですか。皆さん、ダブルタッチ知ってますか。ダブルタッチですよね。ダブルタッチって言ってもあんま解説してる人いない。いないですか。あんまいないような、あのまあなんていうんだろう、まあ、すごいシンプルで、ね、シンプルすぎてって言い方あれなんですけど、はい、あんまりその深く解説してる人がいないんじゃないかなと思って、今日は私ケンタコーチが解説させていただきます。おお、よいしょ。まあ、さらにこのダブルタッチ的にシンプルな足技でやり方多分分かる選手とか多いと思うんですけど、じゃあケンタコーチのダブルタッチ試合でもっとね、良くするためにはどうするのかっていうのを見ていこうじゃないですか。あれさ、アルコーチいいですか。じゃないですよ。いただきましょう。そんな感じで、じゃあ本編の方、動画ご覧ください。レッツゴー。では、解説します。まず、ダブルタッチ、もうその名前の通り2回ボールを触ります。2回ボールを触るんですけど、まずは得意な方の足で触って、次 に苦手な方の足でボールを触るっていう技になります。まあ、簡単にやり方を説明します。ハルコーチがディフェンスなんですけど、まず得意な方の足で横にボールを引きずるイメージ。よくあるのが、この得意な方の足でボールを触るときに、こう蹴っちゃってこんな感じでボールが前に行っちゃう子が多いんですけど、イメージはこのボールを引きずるイメージ、引きずるイメージ。なるほど。はい、ボールを引きずるイメージで横に触って、苦手な方の足で縦に抜いていく。もう本当これすごいシンプルなんですけど、これめちゃくちゃ使えます。もうケンタコーチの一番好きなサッカー選手誰ですか。ハルさん、何ですか。好きなサッカー選手、僕の中田秀吉まあ間違いではないですけど。どうですか。川口春奈。春奈。川口春奈。江戸春美。どういうラインナップですか。急にイニイニエスタ、イニエスタ、イニエスタとかがよく使ってるんで、このフェイントめちゃくちゃ使えるんで、やってみてください。あれじゃないですか。僕、ドリブル探偵なんで聞いていいですか。ちょっとまた僕今後ろからね、ケンタコーチのダブルダッチ見てたんですよ、はい、僕これめちゃくちゃ学生の時に意識したことあって、まあ、やっぱね、ダブルタッチ上手い人って自然とこの膝曲がるんですよ。あー、そうですね。そう、これ結構小学生に教えてると、ダブルタッチの時に膝こう伸びて、確かにこうなるんですよ。なんか上にジャンプしちゃうみたいな。なんでこう膝曲げてこう地面蹴ると、こういう今のケンタコーチみたいにこの横の移動がすごい、こう地面蹴ってこっちに行けるんで、これめちゃくちゃ僕ドリブル探偵なんで、こうケンタコーチに今膝見せたんですよ、こうやって。そう、こういうのもありますね。あとこれなんかレベル上がってくると、なんかこうダブルタッチとかで相手読んでくるじゃないですか。そういう時どうしたらいいですか。そうですね、これもうカムラコーチさすが、もう質問が鋭くて、これ人によって違うんじゃないですか。確かに人によって俺も違う。ああ、何ですか。そのダブルタッチついてきちゃった時に、ああ、まあいろいろありますよ。いろいろあるんで、じゃあまず1個目、まず1個目いきますよ。まず1個目、よくドリブル塾で教えてるラボバっていう動作やります。まずいきます。ラボバしてからダブルタッチ。ラボバっていう動作で相手の重心をずらす。その瞬間にダブルタッチで相手を抜いていく。そう、レベルが上がってくると、このダブルタッチ相手が足を出してこないっていう時もあるんで、こういった、ラボバ、ラボバっていう動作をしてから、ダブルタッチっていう、まあ、応用というか、もう一個上の段階というか、そういった技も、できるようになるんで、やってみてください。これじゃあちなみにハルコーチバージョンどんな感じですか。この相手がついてきた時に、ああ、なるほど、相手が、相手がダブルタッチもしついてきました、ついてきました、うん、さらにもう一回ついてきた。さらにさらにラボがついてくるね。食いついた、うん、さらにこっちに開いた瞬間に相手をもう一回ずらす。こういうふうに、はい、でも確かにいますもんね、レベル上がってくると。そうそうそう、全部についてくる、ね、全部ついてくるんです ね。ラボバがなくてもいいんですけど、ダブルタッチで相手を動かしといて、そう、
ダブルタッチって相手を抜くだけじゃなくて、こう相手をずらす、ずらすとかそういった感じでも使えるんで、まず最初最初お伝えしたこの基礎的なやつ、膝を曲げて、ダブルタッチ、これがまずできるようになることが一番大事です。ドリブル探偵ちょっとまた発音していいですか？ドリブル探偵、これ今やっぱさすがだなって思ったんですけど、健太コーチも春コーチもダブルタッチもしこうついてきた時のイメージ、最初はこうやってボールを押してたんです。ダブルタッチして相手ついてきたなっていう判断の時は止めて左足こっちに置くんです。そうですね。ってなると自分の得意な足の前にこうまた来るんで、これがでこれ前向きだと普通のダブルタッチでもこうやって置くとこのまんま次苦手な足でこう勝負しなきゃいけないんですけど、今2人ともこっち側にずれた時に反対の足一瞬こっちにずらす、そしたらこっちにもいけるしこっちにもいけるし、最悪こうパスでもこう逃げれたりとかするんで、この足のつく場所も大事ってことですよね。やっぱドリブル探偵だから。ドリブル探偵全部言われました。そんな感じで今回ダブルタッチの解説させてもらったんですけど、はい、最近プライベートの方はどうですか？プライベート、はい、でもどこもちょっと出かけられてないんで、まあ忙しいですもんね。忙しくて、でもなんか、はい、リフレッシュしたいなっていう気持ちは多少はあります。どこ行きたいですか？今一番遊びに行きたい、お休みの日は富士急ハイランドのお化け屋敷。お化け屋敷好きです。めちゃくちゃ怖いですよね。あそこ僕絶対乗れないんで。ああ、うん、めっちゃ分かる。一緒です。だからお化け屋敷に行きたいです。なるほど。お化け屋敷はちなみに誰と行きたいんですか？誰とっていうかもう嫁しかいないんだ。幸せな家庭が。そこに愛はあるんかって言ってね。愛はありましたら。あるコーチはどうですか？最近ポケモンガードとかやたらやってますか？いや、もう引退しました。あ、引退したんですか？はい、次は次なんですか？どこ行きたいかはないですか？どこ行きたい場所とかね。春子ちゃんあんま休みの日に出かけてるイメージが。僕たまたまこの間 YouTube 見て、うん、ディズニーランドのビップコース。ビップコースなんかあるあるらしいんですよ。へで並ばなくていいんですよ。もう裏から全部並ばなくていいかっこよ。そんなのあれを行きたい。でも宿泊込みで100万ぐらい。100万らしいんですよ。100万ぐらい。それちょっとこう彼女連れて、彼女も並ぶの嫌じゃないですか。確かにね。で並んでる時で話が始めばいいんですけど、僕そんなに始まらないんで、もう並ばずに鎌田とか並んでいいんじゃないですか。僕はもう一番並んでる時がアトラクションなんで早くその彼女と一緒に行ったら早く並びたいなって女の子が思わせるぐらいの、もう早く90分待ち並びたいとか思わせるぐらいの待ち時間提供するとか。そうするタイプ。そうです、うん、なるほど。でディズニー行ったらディズニーシー のソアリンっていうのが、はいはいはい、なんか世界中を旅できる、あれめちゃおすすめなんで、もしこれまだ見てる方でソアリン乗ってない方はディズニーシーに行って、いただけるといいかなと思います。こんな感じでもし、ディズニーの好きなアトラクションキャラクターあれば、コメント欄の方にコメントください。こんな感じで、お願いします。それでは次回の動画でもよろしくお願いします。ありがとうございました。